じゃあ始めていきましょう。はい、A 番内佐藤直し始めてください。はい、本日ゼロ会社には2つあります。6位ですね。なんか今日天気予報、俺の iPhone のガガーボーリングっす。俺ボーリング中学以来やってないですね、マジ。あ、やった、嘘ついた。なんかね、天気予報だと雨降ってるんですけど、全然雨降ってないんでね、皆さんこう雨を警戒して、人数が少なめとなっていますけども、いつも通りレベルが高いです。あ、延長しました、ありがとうございます。さあ行きましょう。ワンピー側、騎士ディズイ、ジョンミリア、ゴドルフィンメイ、チーム戦法、ゴドルフィンメイ、題しまして、ツーピーガー、ロイソルト、リオイの、エイジェファンジー。ゲームも上げてこ。ほい。あ、うるさ。ボーリングガチ勢と、えトゥリオさん、純さんの名前がなんかボーリングっぽい名前だから、うんとか思ってしまったけど、そうですね、まあボーリングしようやみたいなね、完全にスケベなやつでしたね。はい、さあジャンディーで締める。最近純さん吉祥寺でもあったりとかして、なかなかいろんなところを見るんですけども、まあ、いろんなところが盛り上がってはいいことですね。さあ前ハイサル中断だったが、飛んでたんでやばいことになりました。さあこいつなんかボーリング2よりカーリングみたいなことしますよね。ガーッとぐる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 みたいな。カーリング？テルさん今日色を変えております。これはヒットしている。コンボを重ねて下段からこう足場に出してバーストお互いに前に出るジャンプレスに対して正面しかして投げて、どっちかな、まあ、じゃあ安全に置き去るかいいし、スパイノイでいる、素晴らしい。大きいからほい、続いて落としていきます。大きい攻めはと円安の置き去りか見えません。これやばいぞ。しかし出なかったらラッキー。デッドから返して、あ、イルカとは、あ、死んじゃう、これ、あ、死ん、あ、死んだ、あ、落ちる、あ、死んだ、お疲れ様です。あ、生きてる、いや、生きてた、やった、まだUFO が。なるほどね、なるほどなるほど。ああ、ボーリングってそっちのね、ボーリング土木関係のさあ行きましょう。 AJ ファンジー本日はね、プレイヤーいませんってことですねマジかよ、100円入れるだけで相手を倒してくれる夢のシステムチームメイトがいないあなたにおすすめ強すぎる。さあかなりね学習しています。この風神が当たって画面足シーンからジャンディジャンディ硬直など気にしない。おお、すごい、タスピーから落とす。置き攻めは出し投げは返していく。中央置き攻めどっちだ、めくっている。マイピーからあれが見たいな、ゲージが溜まっている。さあここで NPC は何を選択するか。風神、あ、さあ総裁からタスピーしっかり返して、さあいいダメージを取っていく。さあ長所飛ばしてスライディングから表からの中段飛ばして、さあ一本選手ガトルフィンメイ。お疲れ様です。おっと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 、始めたばっかりなんでねまあ今日4人チームいるんでね、4人チーム相手の時に助っ人で塩酸が入るかもしれません。なんでお前が本当ですかって言うんだよ。一回戦ね、もしかしたらだろ。やべえこのストライカー強いぞてるさ、俺がいる、俺が忘れてた、俺もいるよ、出てない今日。なんで、あ、できるわ、頭いいけど、もう間に合わないからいいです
さあリンは中段、おお、なんか向こうミリアがすごいコンボ決めてるらしいが、こっちも盛り上がっていきましょう。盛り上がってます。ジャンベス逃げすがヒットからの、あと投げ返しを投げて中段立っている、素晴らしい。なんてガード硬いんだ。前 P からダスト飛んでみな、歩いてる歩いてる、酔っ払いが酔いどれ。ここは目の前に危ない。まあね、歩きモーションが気持ち悪いですかね、ちょっとアンジって言ったら怒られそうなんですけど、結構アンジ、あの女性の方に人気だったりするんで、あんまり危ない発言できないですけど、ちょっと今危ないですね。ダメ足、前ヘスラ、前 P から封じん、まあ歩いたおかげでゲージもたくさんからのかっこダザッコが当たって、おーおー、中段に対して中段に対抗でもないんですけども、バストが出なかったんでしょうね、多分ね。さあどうなる、ニエス手にして、わリンからどうなるどうなるどうなる、あーっと飛び道具だったさあジャンプキックこすりたいさんの、順さんですね。まあネット的な JK で言うと、まあ女子高生的な、ギャーやばすぎるよ女子高生こするとかはさすがに、ね、帝の大会参加者からね逮捕者が出ないことを私は祈っておりますよおっと NPC が言葉を発している、死ねとついにね精神を持ってしまった。ミリアは嫌いらしいです。ニュースがさあさってカスピーからジャンクヒットこすれ、さあタンデム守られ 2K 立ち K 足払いからもう一度タンデム、ミリア好きなプレイヤーは、いや格闘家さんがいますよある意味リアルプレイヤーみたいな上海から軽配スラッシュ FB 拾って前へ、どっちだ見えない、 TS 軽配スラハリージャンディージャンディ前ハイスラーからのどっちどっちどっち、タチ系からの下段一本選手。ミリアはね、あんなコンボ入んないから弱いよって言ってたらコンボ伸びて強いよみたいな感じになってきてね、まあいつも通りのミリアの評価って感じなんですけども、使い手以外には分からない部分もありますんでね、結構難しいみたいです。どっちだどっちだどっちだ、あーちょうだー、これはやばい、ガイアの声に惑わされてしまったさあ死ねと言ってる死ねと言ってる、危ない、足払いが出せんかったし、でここが引っかかって当たらない、アンジュはちょっと横に判定が薄いのです。まあ服着てないしね、おお針も耐える、さあ針の上に陣取っていきますが、ここ回収軽サイレント、この角度がえげつない、風陣で立ち合いすら戻っていってしまって、さああくびの瞬間刺さってしまう、ちょっとね試合中ですからね。どっちだ、見えなくても問題なガードポイントから金 S、 ここでアイアンセイバーからのタンデム、ここはバストしよう、 PP 刻んで針投げて、この角度はいやらしい、いやらしいっていうレベルじゃないですけどね。ジャンケーから拾いたい拾いたいが、歩いて投げて金 S 円 S から画面端、ゲージはたくさんあるよ、まずは1回目やったー、落とすからの追いかけろ、どっちだ、これは投げは漏れているが、針が回収できたが、投げてホールと針がどっちだ、変わっている、危ない、あいけるー、封じたマグナムやばいやばいやばい、残る、やばい、こんなに笑いの残る大会はやばい。まあ針投げてバーストが黄色い、そしてFBRでと俺だけは願いますが、さあどっちだ、じゃんけんまだ残る、残りタイムも少なくなってきたが、足元ヒットからダウンを1、ジャンベース勝ったのは NCA ファンジー、ハハハハ。
キッシュさんのディズイが出てきます。ちょっとツイッターに書いて はい、行きましょう。アンジーディズイ。さあ、ちょろちょろしてんじゃねえ、ちょろちょろしてんじゃねえ。お、3K じゃない、 3S です。坂道金融スイット、チロに逃がしたくない。 FB で飛ばしてジャンペスからジャンペスまでしっかりつないで、さあ、あれがクソ。さあ、 2K 出したいすら青キャンで、ここは一気にターンを奪い返す。足までデッドアングルよくてレーザーを、重ねるように見せてね、一旦引きます。さあ、しかし体力ね、このドット勝負になるとこの円安が非常に強い。わあかん、そのバーストはあかん。中段は立っている、中段は立っているが、中段は立てない、無理だあんな。死にそう。さあ、無人がどう追って、中央ゲージ 50% ということは投げていく。ちょろちょろしてんじゃねえ。勝ったのはエチュファンジー。